雷の呼吸一の型霹靂一閃。鬼滅ごっこしてないで帰ろう。ごっこ鍛錬だよ松本さん。ついに英雄が鬼滅とコラボレーション。スマホにご注目。水の呼吸十の型聖戦無限。これはよもやよもやだ。スマホで鬼滅の刃体験、さあ検索だ。松本さん鬼殺隊入る？考えとく。プチプチ。実は切って切っての音はしてる。何当たるんです。今リコーダー。本当はこのカット2でこう口から煙出されてる。煙出よもや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 だ。もう終わってます。あ、終わってます。いや、まさかだ思いましたね、やっぱ。いや、まさかですよ、やっぱり。鬼滅ですよ。そうですよ。あの鬼滅ですよ。うん。だ最初ちょっと、どういうことだろうって思いましたよね。思いましたよね。どうやってコラボをするんだろうっていうのはちょっと謎でしたけど、うん、まあ CM の内容とか実際に、ね、教えてもらったりとかして、あ、なるほどなと。これはみんな楽しめるよね、と。ね、思いましたよね。すごい、だからやっぱ技術が詰まってますよね、うん、あの AR で。いやいや、そうですよ。松本さんはどうですか？私も最初はびっくりしました。びっくりしましたか？やっぱりこう、世間ですごく人気の作品ということで。まあ、それはそうですよ。そことね、コラボできるなんて、予想もしてなかった。予想もしなかった。予想もしてなかった。魅力ですか？いや、正直僕、そんなになんかこう、皆さんほど、多分、なんか偉そうに魅力を語れる立場ではないんですけど、やっぱりなんかこう、なんでしょうかね。ちゃんと現実があるんですよね。なんか。まあ、それぞれの過去もそうだし、仲間がぶつかっていく壁っていうのが、読者からしたら、なんか、えっ？マジで？え？そう、え？え？っていう、なんか、もったいない、このキャラがもったいないとか、思うんですけど、でも多分それが現実であり、何かのね、彼らの正義だったりとか、それを突き通すためにはやっぱり代償っていうのが多分必要になってくるっていうのが、犠牲とか。それを見てどう思うか、どう生きていくかですかね。なんかそんな気がします。いかがでした？僕一応監修には入ってましたけど。そう、本当に神木くんが全部、一個一個声のトーンだったりとか、形、動き方だったりとか、そういうところも細かいところで、もう鬼滅監修として、声の出し方だったりとか、こうキャラクターの、なんていうんですかね、そのイメージとか、そういうところまで、なかなかこう、神木くんが直々に指導してくれるっていうのもなかなかないので、監督 OK だけど、ちょっとここの鬼滅監修が OK じゃないみたいな。もしかしたらなんかホームページ調べていただいたら鬼滅監修って入ってるかもしれないですけど、どこに。その前逸の技をすごく過去にやっていたので、炭治郎の方の技を全部、その、まあ、把握というかどういう動きをしてるかっていうのが、いまいち、わからなかったので、最初は。まあ、ちゃんと予習して、で、無限列車の方の、まあ、技の動きというか、を、なんとなく意識して、やらせていただきました。ちゃんと。まあ、ちょっと事前に、いろいろちょっと教わったりはしたんですけど、うん、そうですね。なんだろうな。やっぱり。いいよもやでしたよね。本当に？ナイスよもやですか？僕ちょっとその時休んでたので。あ、そっか。いや、すごい良かったですよ。良かったですか？可愛かったですよ。まあ、教わったものを出したという感じです。そうですね。ハマっていったもの。でも僕はハマっていたプラスやっぱ極めたかったのが校内鬼ごっこですね。校内鬼ごっこ。はい。
僕ローファーで一番速かったんで、ローファーで走らせたら、はい、日本一だと、黒ひょうの神木って言われてましたからね。だいぶ行っちゃってますね、そのネーミングも。あのね、鬼になった時は必ず捕まえ、鬼じゃない時は必ず逃げ切ってる。黒ひょうの神木、うん、もうちょい行けたね。もうちょい極めればもしかしたら、うん、黒線とか行けたかもね。高校時代とかは、友達とその辛いラーメンを食べに行くっていうのにハマってましたね、放課後に。でも私も鬼ごっことかしてた気がします。あと放課後違う教室に忍び込んだりたりとかはしてたかなと。ゲームですかね。僕がひたすら強くなることをやっぱり目標としてやってるので、ゲームですね。あ、でも体を鍛えたりとか、シンプルにその筋肉トレーニングとか、うん、あとその自宅でこうストレッチっていうんですかね、いろいろこう用具とかマットとか、はい、ストレッチポールとかを買って家で体を動かすことは増えましたね、前よりは。だって体大きくなったもんね、はい、そうなんですよ。あれこんなでかかったっけ。ちょっと小杉のそのパツ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 すぎ、今日も何度かケツが破けるんじゃないかなっていうシーンもあったんですけども。そうね、構えてる時ね。はい、なんとか、はい、耐え抜きましたね。私はまだまだ最近なんですけど、舞台に向けてボイトレとかを舞台やるのでやったりはしてますね。歌手デビュー楽しみにしております。やめてください、そんな、そういうのは。皆さん心揺さぶられてますか？あ、でもそれこそ私今たいしくんとドラマ一緒にそうなんですよ、ね、やらせてもらってて、やっぱりこの現場ではわからない、見られない姿というか、もうすごいお芝居、素敵なお芝居で引っ張っていってもらってる、なんか本当リアルに揺さぶられるなんかシーンはたくさん。うちの犬がいまして、まだちっちゃい子がいるんですけど、最近こう自分でトイレを覚えまして、今まではこう失敗しちゃってこうソファーの上とか床でしちゃってたのが、自分でトイレに戻って自分でトイレがしっかりできるようになったので、それはもうちょっと感動して、もうよしっていう感じでした。